こんにちは、森です。カメラマンの山ちゃんです。お願いします。今日は大箱根カントリークラブにやってきてて、まあ、ラウンドの撮影もあるんですけど、はい、まあ、練習場がめちゃめちゃ、そう、すごい広いの。立派ですよね。もう超広いんですよ。何ヤードまで打てるんだろうっていうぐらい。そう、超綺麗です。そうなんですよ。でも本当すごい立派な練習場で、まあ、これはちょっと撮っときたいってことで、せっかくだからレッスン動画撮っちゃうかなっていう。後ろに立派な建物があるんですけど、これは後ろね。後ろです。そう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 、すごくないですか。これはこれね、ホテルなんですよ。ホテル、そう、プリンスホテル。私初めて来た、すごい。そう、大箱根もめっちゃ綺麗。プリンスホテルグループだから。あ、そうなんですか。そう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 、同じ系列。そうなんだ、超立派。そう、だからあれだね、泊まってすぐゴルフができて、いい。しかも温泉さ、煙もこ、さすが箱根だよね。だここもちょっと匂いしない？するするするよね。温泉街の匂いする。そう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 。撮影は2月の末に撮ってて、ちょっと雪が残ってるんですけど、今日はいい天気っていう感じです。うん、めっちゃ雲一つありません。はい、まあ、って感じでやっていきたいと思うんですけど、はい、まあ、森ちゃんのレッスンの企画を、うん、100本行きたいねってやってて、ちょっと過去のコメントをちょっと見てたら、はいはい、ちょっと1個、はいはい、今日ピックアップしてきたんで読んでもらっていいですか。うん、ドラコンの一部の大学では体重別で級が分かれて競うようになりましたが、体重と飛距離って関係あるのですか。もし差し支えなければ、森プロの今の体重と飛距離だったり、過去に今より軽いけど飛距離は変わらなかったとか、全然変わったとか、体験談あったら教えてくださいっていう、うん、ありがとうございます。コメントありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、確かに知りたいわ、うん、それ体重アジアの話で関係はあると思う。で、絶対体重は、うん、まあ、重いか軽いかで言ったら重い方が、うん、飛ばせるようにはなると思う、うん、まあ、インパクト自体がやっぱ強くなると思うんですよね、重い方が。いや、例えるであれば、軽自動車でぶつかっていくのとダンプカーでぶつかっていくんだったら、多分後者の方が当たった力って強くなるじゃないですか。同じスピードで出てくるってことでしょ。あ、そうです、そうです、まあ、それと同じで重い方が飛ぶとは思うけど、重いにもいろんな種類があるじゃないですか。なんか同じ、じゃ あ60キロぐらいの人がいます、でもその筋肉量と、うんうん、まあ、筋肉が多めの60キロと、まあ、筋肉が少なめのなんかぷよぷよぷよっとしたような60キロとかだと、うん、それだと後者の方がやっぱキレがなくなっちゃうんで、うん、どっちの重いにしても筋肉量が多い重い体重の方が飛ぶと思う。確かにね。まあ、あとその延長でいくと、もしかしたらあれかもしれないね、うん、足側についてるのか腕、まあ、上半身についてるのかとかでも、はい、細かく言うと変わっちゃうかもしれないね。で、私もこんなこと言うのあれなんだけど、体重いや体重言うかちょっと別として、うん、でも高校生ぐらいの時だと多分今より、これ言ったらとかバレそうだけど15キロぐらい痩せてたんです。で、それ時は本当飛ばなかった。今よりも30度ぐらい飛ばなくて、で、飛距離を伸ばそうっていうので、そっから、20キロぐらい増えたんだよね何年かけてだろう、大学出てちょっとするまでだから5、6年ぐらいかけて20キロぐらい増えて、でもその時は本当やたら食べるだけ食べてって感じだったから、どっちかって言ったらこうぷよぷよっとした感じ、あんまりトレーニングともそんなにやってない、体重増やすだけにあれしたけど、うん、増えてでも10ヤードぐらいだったかな。あ、でも伸びたのはそれだけでも、うん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 、で、そっから10キロ落としたんです、トレーニング始めて、うんうん、分かるよ、ちょっと変動が激しすぎるんですけど、トレーニング始めて10キロ落としたら、そっから20ヤードか伸びたって感じ。だからピークの時より10キロ体重が減ってるけど20ヤード距離伸びてるって感じ、トレーニング始めて。だから筋肉量が関係するかなって感じかな、うん、通じゃ嫌なよ何、何、ね、何や、もういいよ。あれさっきちょっと聞いたんだけど、体重はなんかLPGA の選手のプロフィールに載ってるらしいです
いいよそれの長さなくて。そうするとあの学生の時の体重もちょっと計算してみてください。やめてください。はい。で、ボスさんブレまくったんです。結論的には体重が増えた方が飛ぶ。うんうん。がトレーニングありきって感じです。うんうんうん。って感じですね。僕の話だと、あの僕は去年の夏に85キロだったんですよ。で、10キロダイエットして今75キロなんですけど、この前練習に行ったんだ、やっぱ飛ばなくなってるかなとか思ったら、変わってなかったのね。で、痩せるのもちゃんと筋肉量をなるべく落とさないようにしてやった感じ。でもどこかで体重が足りなくて飛距離落ちちゃうのはあると思うんだけど、うん、ちょっとね85キロはね、あのどっちかって肥満だ肥満タイプで、めっちゃ痩せたわ。やや肥満 で今は普通 のなんかなんとかスコアって普通に入ってるところでそう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 、そこからさ多分痩せるとまた変わってきちゃうのかなとは思うんだけど、うんうん、筋肉量のバランスっていうのは大切かなって思うんで、うんうん、まあ、もしちょっと人よりもこう痩せてるとかもうちょっと分厚いあったり したいなとか、うんうん、って場合は体重増やしてトレーニングしてもいいのかなって思って、今日違うんですよ、この練習場使いたいんで、ね、ちなんで飛距離、はい、飛距離の話です。こうしたらなんかちょっと飛ぶようになったなとか、そういうのがあったら教えていただきたいなみたいな、はい、まあ、飛距離アップのなんかヒントになるものを見つけたみたいなあったら、ああ、なんかせっかくこんな広い練習場であれなんですけど、あんまボール打たないというね感じなんですけど大丈夫ですか？ダメですデモンストレーションでもいいから打ってもらいたいですね。ああ、それは全然、ただ方法としては練習器具使って飛距離アップをしていくって感じです。ものはこれです。じゃーん、アザスバット。うんうん、重いバットで、重いバットです、うん、はい、これ多分45インチの500だったかな、 500g かなですね。結構重ため、ドライバーと同じぐらいの長さのやつ、これとにかくもうブンブン振りまくってましたトレーニング中もそうだし、ブンブンできるだけ自分の中で早く振るって感じブン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 っていう感じ。それをもう延々となんかやり続けてたら距離は伸びてきたかなっていう感じです、うん、え、だから生徒さんとかに教えるとしたら、さ、それやってさ、どのくらいの頻度でやってとかって教える？練習する前と後に必ずやるっていう感じかな。で、もしできる人だったらもうほぼ毎日のように振っててもらいたいって。うん、そう、なんか練習の頻度がほら人によってだったから、はい、やっぱ毎日ね。できたらいいなっていう庭とか、うん、まあ、特に別に、まあ、これは重くて長いんで、なんか体に何負荷がかかる負荷が大きいから筋力トレーニングを含めてっていうことなんですけど、なんか室内練習のなんか短いやつとかでもいいから、とにかく振る動作をなんか毎日やってもらいたいとかっていう話はしてますね。気をつけるポイントとしては、まあ、早く振るっていうのに意識がついて、こうギュッてこうグリップ握りすぎちゃうことがあるんです、振ってるうちにだんだん、うん、そこをまず気をつけるポイントの1個、ゆるく握っといてあげることが1個、うん、でもう1個が、まあ、男性の方だと特にあると思うんですけど、早く連続でこう振ってる時、手だけでこう早く振り始めちゃうことがあるんで、できるだけこう体を横に揺らしてもいいから、あの足の体重使って振ってく、足の動きを使って、100ゼロってこと？あ、そうです、そうです。なんかこう右、もう足浮いちゃってもいいんで、浮いちゃってもいいから、もう浮かせて体重を一気に乗せていくみたいな、っていうところの2つ意識してもらえるといいかなっていう感じです、うんうん、結構重いよね、それ。結構重たいですね、重い方かもしれない。え、もう全然アイアン1本より、ウェッジ1本より重い感じ？全然重いです、全然重いです。え、バットが買わなきゃいけないの？ない人、あ、そう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 、あ、全然全然、あ、まあ、ある人はあるで全然いいんですけど、ない人は例えば、よいしょ、今ごめんなさい、持ってきたのウェッジ？ウェッジ2本、まあ、クラブの中では一番重い方だと思うんで、ウェッジ2本用意してもらって、それをこうやってグリップとヘッドで合わせてあげる。こうしちゃうとこう重たくなりすぎちゃうんで、ここでこうやって握っちゃうと、うんうんうん、だから逆さにしてバランスよくこうしといてあげて、その状態で今と同じ動き
してあげるっていう感じそうすればこれだけでも400ぐらいあるのかな、トータル1本。そうだね、400、もっとあんじゃないか、5番アイアンで多分スチールで400とかだから同じぐらいになるかな、る2本で1キロぐらいあるかも。そのぐらいでやってあげるといいかな。しかもあれだね、ウエッジだから短いから。あ、そうですそうですそうです。でこれでもちょっと軽いなと思う人は全然こうやってやってもらっていいんですけど、結構これだと重たくなりすぎちゃうんで、握りづらいし、反対にしてもらうのが一番いいかな。これで足腰使って、これも握りすぎないように意識して足使ってって感じですね。とにかくそれ毎日やってもらいたい。継続は力なりです。そうすると何、あでも体幹鍛えられそうだね、重いもの振るからね。あ、体幹、ね、そうですね、体幹も体幹と軽いの振った時にもともと重いの振ってるからちょっとなんか早く振るみたいな感覚。あ、そうそうそう、キレが良くなる、キレが、キレが早くなる、ボヨーンって振らなくなるんで。うーんなるほどね、まあ、すごいなんか手軽にできるし、そのアイアンいいっすね、そのアイアン。これは絶対みんな持ってるから、逆に持ってね、そうみんな持ってるから結構用意しやすいかもしれないです。ただまあバットがあればそっちの方がある程度長さがあった方がやっぱ遠心力がかかるんで、体全体使って振れるから用意できる人はしてもらった方がいいかで、ポイントは練習の時は前と後にやるってこと。前と後にもやってもらいたいって感じ言ってたもんね、はい、前だけじゃないんだね。だんだんほら疲れてきちゃって、多分ラウンド中だんだん手打ちになってきちゃう人が多いんで、それをリセットするっていう意味でも終わった後にやるって感じ。だん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 こう体使って振ってても、多分一般の方だと疲れてくるじゃないですか。あ、そう、体を使わなくなるってことか。そうそう、使わなくなっちゃって、ね、そこでパカッと終わっちゃうとそれが残っちゃうんで、だから終わった後は全力で振らなくていいです。同じとこ意識してやってもらうけど、朝のうちはもう全力でブーンって振ってもらいたいけど、終わった後はさっきの意識のゆっくりでもいいから、こうリセットかけるみたいなイメージで、さっきの2つのポイント意識しながらやってもらいたい。一回振るのに大体もちゃん感覚的にどのくらい振ってんの、その最初と最後。私は右素振り10回の左素振り10回で計20回ぐらいかな、最初と最後。はい、1回に20回って感じ。あ、でもそのぐらいなんだ。あ、そうですそうです、まあ、トレーニングとかの練習場でやるとかだともうちょっとなんか入れてもいいかな、うん、20、20ぐらいでもいいかな、うん、あんまやりすぎちゃうとそれもそれ疲れちゃうんで、まあ、でも一番は継続すること、はい、そう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 です。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそんな感じで、まあ、今回はごめんなさい、広い練習場見たくなっちゃった。こんなにいい練習場なのにまさか球を打たないレッスンが待ってるとは思わなかったんですが、ただ誰でも取り入れられるレッスンかなっていう感じで、そうですね、はい、お手軽さが売りでございます、はい、って感じで、まあ、どんどんちょっとコメントとかにも、はい、こういう形で回答してレッスンにつなげていけたらなと思うんで、まあ、ぜひぜひコメント、はい、お願いします。お待ちしてます、はい、何キロに見えるかコメント欲しい答えは APGA ねえ、やめて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 、見てから言うじゃんそれ見る前にお願いします、はい、はい、ありがとうございますありがとうございました